朝が来た第42回あらすじ相撲で勝負しようと朝が言うので甲府たちが我先にと手を挙げました次郎作がそれを止めて宮部を指名します勝負が始まり新次郎や和也次郎作たちが朝を応援しました朝は土俵際まで追い込まれますが見事した手投げで朝の勝ちとなります 二郎作はこれまでの無礼を謝り、これからは田野屋のために、決まって石炭を掘ると約束してくれました。新次郎が朝に、二十年前の話を始めます。新次郎の幼なじみがいて、その父親が大バントをしていて、のれんは決して小さな両替商を始めたのでした。ところがあっという間につぶれ、博地に手を出し、息子と奥さんを残し、 逃げてしまったのです親子が借金に追われるのを見て、新次郎は商売が怖くなったのでした。大阪へ新次郎が去っていくのを、朝が見送る横で、無表情な男が立っています。長塚啓志さんでした。甲府の一人のようですが、初登場ですよね。行動で、山崎銀の丞さんの次郎作は、朝にとびっきりの笑顔を見せました。 かの家へ戻った新次郎は冬の出してくれたお茶を飲んでええー、お茶やうまなったなお冬ちゃんは頑張り屋さんやなと頭をポンポンと叩きます次週予告ではただまさが倒れてしまっていて心配ですね続く